俺の名前はキヨシ、社会人2年目の23歳だ。俺には愛する妻の弥生と娘の優香がいる。優香はまだ生まれたばかりの赤ちゃんである。俺と弥生は大学の同級生で学生結婚をした。卒業してすぐに優香が生まれて幸せな日々を送っていた。ただいま。あら、おかえりなさい。優香もパパにおかえりなさいわ。清と弥生は優香を見て笑顔になっていた。本当に幸せな日々だった。しかしこんな幸せな日々は長くは続かなかった。そう、こんな幸せな日々を粉々にする出来事が起こったのである。1999年4月11日のこと、弥生が優香の成長を記録している日記をつけている時のことだった。ピンポーン、チャイムが鳴る。どちら様ですか？配管工事の者です。配管の点検に来ました。頼んでないけど。お願いしようかしら。じゃあお願いします。玄関のドアを開けた。その瞬間だった。お邪魔します。弥生は男に縄で縛られ拘束されてしまう。やめて、助けて。いやー泣け、もっとふわめけよ、もっと。にゃーにゃー。優香が部屋で泣いているのを男が見つけてしまう。あ、なんだ、うるせえな。やめて、その子には何もしないで。縄で縛られた弥生が必死に訴える。大丈夫、俺赤ちゃんのこと好きだからさ、と言いながら男は優香を殴り続けた。やめてー。弥生の訴えも虚しく、優香は最後には首を絞められ殺されてしまう。優香、優香、動かなくなっちゃったよ。やっぱり赤ちゃんは静かでないとね。さて、邪魔者も消えたところで、あとは楽しむとするか。弥生は男に性的暴行をされ殺されてしまうのであった。それから数時間が経過し、清が帰宅する時間になった。ああ、帰り遅くなっちゃったな。弥生というか、もうご飯食べちゃったかな。何も知らない清は夕飯の心配をしつつ帰宅。ただいま。真っ暗な部屋の様子に違和感を感じつつ部屋の中に入る清。弥生。ベッドを見た清は弥生の名前を叫んだ。清は弥生の様子を一目見て犯された後殺されていることが分かったのだった。清はそこからの記憶がないという。それからの清はまるで廃人のような生活だった。弥生の書いていた優香の成長記録日記を読んでは泣いている生活を送っていた。弥生、優香。泣きながら二人の名前を呼ぶ清。二人はもうこの世にはいない。時間が経つにつれてふつふつと怒りが湧いてきた清。なぜ、何も悪いことをしていない弥生と優香がこんな目に遭わなきゃならないんだ。清は怒りに満ちており、自分でも感情のコントロールができなくなっていた。犯人を許さねえ、絶対に二人の仇を取ってやるからな。弥生、優香、俺に力を貸してくれ。清は結婚指輪をネックレスにし、肌身離さずつけることにした。それから4日後、ゲームセンターでゲームの台を蹴り飛ばしている男がいた。ああ、くっそ、また負けた。あの家から盗んだ金も底をついたか。使えねえ家族だな。怒鳴り散らす男。ああ、でもまあ、あの女はいい体してたな。そんな男に声をかける者がいた。おい、お前、福田孝之だな。あ？だったらなんだよ。署まで来てもらおうか。と、福田は二人の警察官に連行された。
清は犯人逮捕の情報を聞くことになる。また別の日、清さん、犯人見つかりましたよ。しかもあの男、盗んだお金でゲーセンでゲームやっていたんですよ。ゲーム？弥生や優香を殺しておいてゲームだと？清は怒りがこみ上げてきていた。それと悪いニュースが。刑事が言いにくそうにしている様子が見て取れた。何ですか？犯人が18歳になったばかりなんです。どういうことです？嫌な予感はしていたが、警察官から話を聞く清。刑事の話によると、1999年当時の日本では満20歳になるまでに犯罪を犯した者には少年法が適用される。つまり厳罰よりも公正に重きを置いているため、死刑にはしづらいということである。ということは死刑にならない可能性が？青ざめる清。刑事さん、俺このままじゃ弥生と優香に顔向けできないよ。なんとかしてくれよ。土下座をしてその場に居合わせた刑事たちに訴えかける清。無茶言わないでくださいよ、清さん。それでも泣きながら刑事に訴え続ける清。なんとかしてくれよ、刑事さん。清さん。清の願いが通じたのか、ここから事態は一変する。少年法に基づき家庭裁判所に送致された福田だったが、事件の残虐性を受け成人同様の裁判を行うこととなったのである。そうして清は第一審を迎えることとなったのであった。その少し前、弁護士と福田の面談にて、ねえ弁護士さん、俺死刑にならないんでしょ？落ち着いて聞いてくれ。君はまだ18歳、少年法が適用されるが、死刑は18歳を1日でも過ぎたら適用されてしまうんだ。え？っていうことは、ああ、君は死刑になる可能性があるということだ。マジかよ。何か防ぐ方法はないのか？とにかく誠心誠意謝ることが大事だ。そうすれば裁判所も判例通りに裁いてくれるだろう。そうして裁判になった。裁判で福田は今まで一度も謝ったことなどなかったにもかかわらず、初めてこの場で謝ったのである。清の心の中は怒りしかなかった。今さら何を言っているんだ。そしてこの裁判で検察側は少年犯罪では異例の死刑を求刑したのである。だがその判決も虚しく、福田は無期懲役を言い渡された。そんな。一審の山口地裁では少年法や判例を重視し無期懲役を言い渡したのである。そしてこの裁判は瞬く間に世間に注目されることとなった。被告人は頭を下げていましたが、どう思われましたか？パフォーマンスです。本気で謝る気があるなら事件直後にきちんと謝るべきですから。裁判が始まってから謝り出しても自分の罪を軽くしようとしているようにしか感じません。清は事件から裁判までの7ヶ月間一度も謝らなかった福田が、この日初めて謝ったことに腹が立っていた。完全に遺族たちをバカにしているとしか思えなかったからである。清は司法にも腹が立っていた。判決の結果はもちろん、遺影の持ち込みも禁止、遺族をまるで物のように扱う裁判に何の意味があるのだろうか。裁判は一体何のためにするのだろうか。こうした思いが清の中を駆け巡り、清は頭の中がぐちゃぐちゃしていた。俺たち遺族は死刑を信じてここまで頑張ってきましたが、最後は司法に裏切られました。もし法的機関が死刑を与えないのなら、私は自らこの手で犯人を殺してやりたいです。清はマスコミの対応に力強く答えた。しかし世間は冷たく、清の強すぎる思いに対して反感を買ってしまっていた。私ああいう人の発言嫌いだわ。あいつの発言はないわ。
家族殺されていい君。このような冷たい言葉を浴びせられることも多々あった。このような事態に発展してしまったこともあり、マスコミも次第にこの事件を取り上げなくなっていった。それから数年後、これ手紙出しといて。ああ、友達か。手紙は福田の友達の元へと送られていく。お、手紙か。差出人は、え、福田隆之。中身は、向きはほぼ決まり、7年そこそこで地上に目を出す。俺が何十年後かにシャバ復帰したら盛大にパーティーでもしてくれよな。その頃清は前に住んでいた家を出て会社の独身寮に住んでいた。思い出すことは事件現場のことや昔のことばかり。清は一人虚しく生きていたのである。弥生、あの時最後に裸のお前を抱きしめてやれなくてごめんな。そうしてもうすぐ第2審が始まろうとしている。そんな中、清は事件現場である自宅へと向かった。ここだけ時間が止まったみたいだ。なあ弥生、言うか。清は家を呆然と眺めながら優香が生まれた時のことを思い出していた。あなた頑張って。パパ頑張って。清には弥生と大きくなった優香が見えた気がしたのだった。そうだ、俺にはやることがあるんだ。清は二人の姿を思い出し、第二審に向けて精力的に活動を開始することとなる。すべては二人の仇を取るために。清は第二審に向かい動き出す。まずは各方面に頭を下げ、全国犯罪被害者の会を作りたいと訴えかけた。遺族の人権を守るため、死刑肯定派の弁護士とともに全国犯罪被害者の会、明日の会の設立に尽力。司法への不服を訴えかけた結果、2020年現在では傍聴券をもらわなくても被害者家族は裁判を傍聴することができるようになった。その後迎えた二審では、被告人福田隆之を無期懲役とする。くそ、これだけじゃ足りないか。その後も清は最高裁に向けて活動をした。署名にご協力よろしくお願いします。被害者の人権のためにどうかよろしくお願いいたします。また当時の総理大臣である小泉純一郎にも嘆願に行った。そして39万人の署名と嘆願が実り、被害者基本法が設立することとなる。法廷に遺影を、遺族の人権を世間に投げかけることに成功したのだった。こうして清は味方を増やし最高裁へと臨んだ。最高裁を迎える2週間前、福田と福田の弁護士の面会にて、福田さん、裁判には万全を期しましょう。当たり前だろう。で、俺は何をすればいいんだ。おかしくなってください。おかしく。そして最高裁で福田は、強姦目的で襲ったわけじゃないんだ、優しくしてほしくて甘えたくなって、そのつい、あ、赤ちゃんを押し入れにしまったのもドラえもんが寝ているから、そういう風にしてあげればいいのかなって思って。何をわけのわからないことを。あいつ何を企んでやがる。いいぞ、よし、いいぞ福田君。これで俺は精神崩壊者だな。責任能力がなかったこととなって無罪だ。しかし福田の弁護士が思うようなストーリーは実現しなかった。一審二審と言っていることが全く違うことで、最高裁では判決ができないという結果になったのだった。そうして最高裁では、事実が曖昧なことや事件の残虐性を総合的に判断するべきだと審理を差し戻した。おい、聞いたか、高裁に審理を差し戻しだってよ。
また珍しいことが起きたな。心理？先輩、心理って？心理っていうのは事実判断を確かめることだ。つまり二審のやり直しだよ。にしてもここへ来て差し戻しとは、今のまま行けば死刑もありえるぞ。一方その頃、福田は弁護士と言い争っていた。おい、どうなっている？無期懲役になるんじゃなかったのか？差し戻し請求とはこちらとしても予想外です。私はこれから戻って裁判の準備をいたしますので。おい待って、弁護士、俺はまだ死刑になんかなりたくねえぞ。その後、差し戻し請求を受けた広島高裁では被告人を死刑判決。被告人側は上告をしたが、広島高裁はそれを棄却。そうして福田孝之の死刑が決まった。あれから数年、清はやりきった気持ちで過ごしてはいるものの、まだ犯人に対する憎しみは消えてはいない。マスコミは事件を風化させないように、今でも事件のこと、裁判のことを取り上げてくれる。清は自分の努力や周りの協力を得て、弥生と優香の仇を取ったのであった。